どうもしげしげです。本日はパズドラ運営サイト、公式サイトですね、こちらが更新されたので、更新された内容を見ていきたいと思います。まずは8月のクエストダンジョン登場ということで、もう7月が終わりますね。早いですね。クエストダンジョンやりましたか？やってない方は、土曜日が7月31日だよね。土曜日頑張りましょう。8月の報酬、いつも通りな感じかな。いつも通りな感じです。呪術廻戦で始めたよっていう方もね、初級者向け、これ全部クリアすると、モンポも美味しいし、いろいろ美味しいんで、やりましょう。で、他には、パズパス限定の追加報酬。パズパス、マジでうまいよね。8月8日に、追加報酬が決定。遅延耐性88、キングタマドラ88、ありがとう。どっちも不足するよ。もうタマドラに関してはカツカツだよ、いつも。遅延もそうだけど、これはもう美課金の方はもう変に課金するよりパズパス入っとけばいいと思います。で、魔法石85個プラスモンスター育成応援セット販売決定。これシンプルにうまいやつですね。いつもの、5020円の85個のやつがセットになって、イベントメダル25、ニジピー5、レインボーメタル5、リッチゴールド5、スパノエ5。シンプルにうまいやつ、課金してる方はぜひ買いましょう。で、夏休み前半スペシャルイベントが始まりますね。7月31日から夏休みスペシャル記念ダンジョン配信、宝玉とかがもらえるようですね。で、毎日配信のやつなんで、クリアすれば石も1個もらえるでしょう。で、友情ガチャを特別ラインナップ。なるほどね。育成応援カーニバルだからノエルとか出んのか、タマドラも出んのか。これはガンガン引こう。で、8月のクエスト、さっき見逃してたかな。消費スタミナ8なんだ。やりやすいっすね。あざす。で、夏休みチャレンジ攻撃悪魔強化、これが、1週間後8月7日から始まりますと。イベントメダル虹とかキラーがもらえますね。で、第5弾が初心者応援達成報酬イベント、ノマダンテクダンをクリアして報酬。なるほどね。ノエルだったり P、 なるほど、これはもうやりましょう。で、6弾が、こちらも初心者応援。対象男女にタマドラが出現。これ、昔あったやつだな。魔王の城とかでさ、たまにタマドラ出ますよ、みたいな。この辺は完全に初心者向けのイベントですね。呪術で増えたのかな？ちょっと気になるな、データ。で、第7弾がさっきの、美味しい85個セット。で、第8弾が、スタミナ2分の1。第9弾が超絶経験値。第10弾が、ランク経験値ボーナス。闘技場か。闘技場と、マヘラ5倍、懐かしい響き、そういうのが来ます。で、第11弾がスキルレベルアップ9倍。いつものイベントって感じです。さあ、そしてこれですね。8人サクッと対戦についに、ランダンとは違うんだけど、バルキリーカップ、そのイベントポイントを獲得できる新しいイベントが始まりますと。このダンジョンは相手を探す、オートマッチですね。オートマッチから参加することで最終順位に応じて EP を獲得することができる。これ EP ってさ、やればやるだけ稼げる、負けたら8位になったら下がるとかないよね。ないから、やり続ければ2000ポイント貯まるんじゃないかなと思いますので、コツコツやりましょう。で、1ヶ月間あんのか、8月から。そうだね、1ヶ月間あるんで、コツコツやりましょう。EP2000 まで行くと20億コイン。やばいね。20億円欲しい。1500だと15億。で、1000だとイベントメダル2次。で、987はそれぞれ億コインで、600、魔法石6個。合計10個もらえるのか、魔法石。300とあと50にもありますね。うまいじゃん。これはもうコツコツやりましょう。1ヶ月通して。1ヶ月通してコツコツなら全然誰でも2000いけそうだけどな。パズルの練習にもなるし。ポジティブに捉えていきましょう。コインと魔法石っすね。あとメダルが1枚。で、これが、今回1回目なんですけど、ここですね。EP2000 到達回数。右上の達成報酬のところでカウントされると思うんで、まず1回これ、だから2000到達すれば、イベントメダル虹がさらにもらえるのかな。で、これ毎回、そういうなんちゃらカップっていうのが来るたびに、2000まで到達してれば、10回行った時に、称号、戦王がもらえるということで、まず第1回目のね、このバルキリーカップ、楽しんでやっていければいいんじゃないかなと思います。
まあ、これの配信もねミルダムでやりたいと思ってますので、まあ、これは参加型ではないんですけど、はい、僕のやりながらね一緒にやったりとか、たまになんか視聴者さんとマッチングしちゃったりしてとかねあると思いますよ。はい、そんな感じでバーッと喋ってきましたけれども、まあ明日からも8月からもパズドラはやることを目白押しということで楽しんでいきましょう。本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。